はいどうもマロチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。今現在の順位こんな感じです。こんな感じです。いや8連敗だっけ前回したのは。相当響いてるよね。よし、難易度パワフルです。気分転換ということで BGM をちょこっと変えました。今日も30分目安やっていきます。おそらく30分あればここの横浜線にはぶつかるんじゃないかなと思います。今日はやりたいね。昨日はやれなかったんで、さあ頑張っていきましょう。いや昨日はね、一応クローザーとしての仕事はビシッとこなしたんだけどね、失点もあったからね、まあ、ビシッとこなしたというのか分かんないけどね、それがね。よし、前々回のコメントから読んでいきたいと思います。あのちさんこんばんは。こんばんは。通算100セーブおめでとうございます。ありがとうございます。明日からお前はプロ野球選手だって言われたらポジションを守りたいですか。いや守りたくないですね。阪神甲子園球場です。危ないんで。阪神タイガース対うまいんだったら別だよ。うまいんだったら俺はその中継ぎピッチャーやりたいとか外野手やりたいとかってことはまあ話したと思うんだけども、今のままの実力でいくんだったらやりたくはないですね。どうしてもやれと言われるんだったら外野手、内野手は球を避けれない可能性があるから避けれない可能性あるでしょ。であと外野手やるのにも条件があって、鎧、今これ映ってるようなね鎧をねまず身につけたいね。もう歩くたびにガショガショ言うような鎧を身につけてやりたい。球が当たっても大丈夫なように。よしどっか行くか。あカーディーラー行くかい。ちょっとまあ買う買わないは別として、ちょっと車の値段、高級外国車だっけが売ってるはずなんだけど、あレベル上げないとダメか。はい、いやーちょっと高級外国車っていくらぐらいすんのかな。3000万ぐらいかな。買えるかな。3000万じゃちょっとリアリティありすぎるか。億ぐらいすんのかね。まのちさん質問です。はい、僕の担任の先生はストローなどを自分で取りに行かないで人に取らせます。あとテストをやっていて考えているのに問題を追加します。そんな先生どう思いますか。まあテストやっててね、その問題を追加するっていうのはその教える側が何か考えてやってることだろうから、まあそこにはあまり文句っていうのは言えないかもしれないけども、そのストローを取りに行かせる、これに関しても断っていいんじゃないかなと思うけどね。まあその先生と生徒、その上下関係ある立場かもしれないけど、パシられる何者でもないから、まあ、すぐそこにあるものを取るだけがパシリとはちょっと違うかもしれないけどね。お前のパシリじゃないぞと、お前の奴隷じゃないぞと、自分で取ってくださいって、もうビシッと言っていいと思うよ俺は。俺なら言う。いや こういう言い方するかどうか分かんないけど嫌ですっていう。だってそれに関して言うこと聞く何者もないもん、理由がないもん。いやーナイバッチビシッと抑えるよ。よしよしよし、あこれアウトなるよ。いいね、一気に楽になったね。ちょっとここ一発浴びないように気をつけよう。よしよしよし、よかった。これはセカンド正面、アウト、ゲームセット。いやよかったね、センターフライからのゲッツはよかった。お森くん大活躍。いや森くんをキャッチャーで育てるにはどうすればいいんだろうね。あそういえばさ、ロッテファンの方にちょっと聞きたいことがあるんだけど、まあ、別にロッテファンじゃなくてもいいんだけど、井上くんは何をやってるのかなと思って。ありがとうございます。過去のねプロスピのルーキーズ企画でとてつもなく井上くんが活躍してるんだけども、うわーともみくん頑張ってる、なんか嬉しいような、なんかこのちょっと嫉妬にも似たような感情があるね、ともみくんには。いやまあその井上くん何やってんのかなーっていうのね、ちょっとふと気になってね、全然名前も見ないし聞かないし、頑張ってんのかなと思って。間違えた
だろ。しよしよしよし、今分かってたから、間違えたわけじゃないから、分かってたから全然分かってた。これで高級外国車が入るわけだろ。いらっしゃったぞ。お、思ったより高くない、買っちゃおうかな。もう5年目だしね、こう結構球界でも名知れ渡ったクローザーにはなってると思うんだよね。買おう、うん、やっぱここはねもう黒でしょ。そうかい、かっこ悪いねかっこ悪いね。よし売るぞ、買うぞ。よし、何がいいのかがわからない、車に興味ない俺としては。ただ車のゲームがねやりたくてしょうがないんだよね。何かないかなと思ってさ、結局俺ねプレステ3のねアフリカ買っちゃったさアマゾンでアフリカ買っちゃったよ。俺買っちゃったよ。ちょ、届くの待ってるから、届いたら実況するから見てね面白くないらしいけども、アフリカに行って動物の写真を撮る、それだけのゲームらしいからね。今日俺バシバシ写真撮ってやろうと思ってるから。広島東洋カープ対埼玉西武、5本ぐらいは動画撮りたいなと思ってるよ。男しか見てないから大丈夫だよ、マノッチがどんなこと言おうと。そうかい、あの父をもげっていう曲知ってるアニメのガッシュベル、うん、それで出てくるね曲なんだけどもね、父をもげっていう曲、ちちちちおっぱいボイン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 っていう曲いやーバカだね、女の人見てたらどうするの、確実に俺は嫌われるパターンだよこれ。あ、この人バカなんだといいんだよ、男っていうのはねいくつになってもくだらないことで笑っていたい生き物なんですよ俺ちなみにね金色のガッシュはね前回持ってるの、キャンチョメが好き。何する、愛知県か、ちょっとお出かけしてみようか。何かあるか、特にないね。ちょっと商店街のレベルでも上げてみようか、何か施設がね追加されるかもしれないから。ブラブラ歩く、はいよ、ありがとう、はいはい。いや特に何か追加されることはなかったね。あれなんだろうな、多分おそらくその地域の平均レベルを上げると何かが追加されるとかなんだろうね。ちょっとこれ家族サービスだ、電話しよう。はい、よし、やするぞ。ちょっと今回は打たれずに行きたいな。ん、おトミーくん、はいはいはい、背番号0、いい番号じゃない。思ったよりまずい、まつりがバチンって出てたね。目を開かなければイケメンだったんだけどな。初コメ&ウポツです。どうも。マリンボールのエフェクトは美しいですね。個人的にはクレセントムーンが一番好きなオリジナル変化球なのですが、マノッチさんは何が好きですか？あとチャンネル登録しました、頑張ってください、ありがとうございます。なんだろうね、いや俺もね、まあパワープロ自体はこれから始まってるから、2014からデビューしてて、オリジナル変化球があんま分かってないんだよね。動画でいくつか見たってのあるんだけど、あんまり覚えてなくて、でなんかこうパッと見て、その時にマリンボールが一番良かったなと思って、あの視聴者の方にね、この雪見、この雪見って選手は視聴者の方に作ってもらった選手だから、作ってもらって、俺がなんぼ頑張ってもね、サクセスだったらマリンボール覚えれなかったんだよね。はいはい、バイバイ。お出かけするか、練習はしたくねえからな。天ぷら屋、あスポーツショップなんて言ってみようか。まあ何も買わないけどもさ、
よし、やっとこう、やってこう。もしチームスポーツのプロ選手だったとして味方が乱闘しそうになったら間の内さんは止めますか、それとも乱闘に参加しますか。場合によるよね。本当場合によると思う。その仕方ない、まあ、例えば野球だったら仕方ないデッドボールとかもあると思うんだけども、それがね2打席続いたとか、そうなったら俺はもう飛び出しちゃっていいと思うんだよね。おとなしくしてる必要ってのはないと思うんだよ。難しいよねこれは。それがスポーツ精神にのっとってないかもしれないけども、やられて黙ってるのはおかしいとら思うタイプ。味方がやられるわけでしょ。自分がやられる分には我慢できるかもしれないけど、味方がやられて黙ってるのはちょっと違うんじゃないかなと。本当に難しいねこれはね。本当に時と場合によると思う。第3球を投げました。1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。打ちました。よし、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げました、ストライク。ナイスボール。少し迷ったか。第2球高速スライダー、いいんじゃないの。投球はこれから3球目。打った、ファール。今のねファールなるの分かってたから言っとけばよかったね。打った、三遊間ライナー破っていった。今のはね抑える予定だった。高橋、いや待てよ。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9投げた、直球見送ってストライク。さあ次の投球、2球目空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、高速スライダーボール外へ、カウントは、ナイスピッチ、空振り三振。第1球投げた、初球マリンボール空振り、変化球にキレがあります。インコース高めストライク。さあ次の1球が最後となるか。打ちました、切れていきます、ファール。投げた、いや今日はあれだね、あんま打たれる気しないね。まあ、ヒット1本打たれといてあれだけど、チー点差で逃げ切りました。今日はなんかいい気がするね。マノチさんお疲れ様です。お疲れ様です。行ってみたい国はどこですか。強いてあげるんだったらイタリア、あと韓国、中国。ご飯が美味しそうっていう理由、別にどこに行きたいとかってもないんだけど、ありがとう。とりあえずなんか美味しそうなご飯があるようなところに行ってみたいな。で、まあ、国って言われたらちょっとまた話は変わってくるんだけど、ちょっと待って。ドライブ、よし行くぞ。おいマミ乗ってけ。一人にしちゃった、間違えた。いや超悲しいでしょ、高級外国車で一人でドライブは。ちょっと嫁さんを乗せたかったな。あのね、ちょっと東京には行ってみたいんだよね、死ぬまでに一度でいいから。行ったことはないから本当に東京タワーってのを見てみたい、行ってみたいな。マノチさんお疲れ様です。質問です。僕はカープが好きなのですが、カープのイメージはどのようにお持ちですか。あのね明るいというか、アメトークでさ、広島カープ芸人やったじゃない。なんかね、その印象が強くて、なんか羨ましいなと思う。明るいイメージがすごく強い。あんまそのお金がない球団じゃないけど、なんかこうなんやかんやでこうみんなで明るくしてるっていうか、いいなと思う。ユキ今日4番手としてマウンドに上がります。よし、ここ大事だね、大事だね、頑張ろう。初球空振り。第2球投げた、2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げたボール、カウント1ボール2ストライク。投げました、打ちました。うわー、アルボール。三振取りたかったな。投げました、ストライク。よーし、三振。バッター巨人か、そっか。あ、そう、宮西さんとかもいるんじゃないのかい、巨人には。第9投
投げました。ストライク。膝元厳しい球でした。伸びのあるストレート。投げました。ボール。外角低め。カウントワンボールワンストライク。投げました。インロー際どい球。ボール。カウントはツーボールワンストライク。打ったんやった。打ち上がし。ツーストライクにしてから勝負したかったな。よー。ヒットを放ちました。ライオンズ内野陣はゲッツー体勢。タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て一塁タッチセーフ。第9投げた。決まった。ストライク。一塁。いやーすっげー気になる。ユキ再三ランナーを牽制します。打った。ある必要。ストライク。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第3球よー走った。三振。盗塁を許します。よー今シーズン5個目の盗塁を決めています。ちょっと今の黒羽さんじゃねえ、ごめんなさい、住谷さんだったらどうなってたんだろうね。無理だったかな。外したわけじゃないもんな。第9投げた。外れた。ボール。第2球投げた。ボール。インローへ。カウントは2ボールノーストライク。アウトロー空振り。第4球を投げた。アウトサイド球はボール。カウントは3ボールワンストライク。打った。流し打ち。よし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 。メヒアうまくさばいています。スリーアウトチェンジ。やっぱあれだね、足あるランナーつうのは鬱陶しいね、相手にしたら。ライオンズ、いやー負けちゃったよ。さて本日のヒーローは菅野。3失点の好投を見せました。本当に今日は。そういうことか。びっくりした。今一瞬俺菅野猛打賞かと思っちゃったもん。猛打賞。何被安打3ってことでしょ。だよね。マズル、できることしかやってないからな。やっていくぞ。そのまま頑張るぞ。よし。おいマミ、高級外国車に乗ろう。いやー横浜戦が近づいてきましたよ。試合。マノッチーさん、いつもお世話になってます。今日中学校を卒業しました。おめでとうございます。義務教育が終わったってわけです。そんなわけで今日の夜学年のみんなでご飯を食べに行ったんです。そしたらその店に、タチューの、髪型がトサカみたいなスケバンがいました。僕は正直スケバンなんて古いなと思うんです。マノッチーさんはどう思われますか。ご意見を聞かせてください。スケバンだった。カバンに赤いテープ貼ってあったら、ね、スケバンだからね。西武ドームに寄せた方がいいよ。これ結構古いネタだけど、喧嘩上等って意味だから。いるんだよたまにすごいかっこ悪いやつな。恥ずかしいんだよね、まあ、スケバンって言葉もなかなか懐かしいね。俺多分人生使ったことないかもしれないな、スケバンは。そんなのいるんだね今時。何しようかな。よし奥井、銭湯行くぞ。今ここでね話し合ったから、試合当たるなと、頑張ろうなという話をねしたという設定でね。いやありえないもん本当に。他のこと話せないのかよ、他のこと話せないのかよと。いやーていうかね、俺あれだもん、家買う言っといて俺車買っちゃったもんな。ご機嫌取っとこう。よし、声かけてくれんのかな、こっちのホームでも。あ、来た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 。おお、頑張ろうぜ。対戦できたらしようぜ。まあちょっとね、これが日本シリーズの最終戦とかだったらまた話が変わってくるんだけど、敬遠とかしてまで奥井とはやらないから。今本当に負けられないから、そのチーム順位的にね。今はガチでやります。もし当たるのであれば真剣にやるけど。
まあ、のちさんこんばんは。こんばんは、質問です。よく動画のコメント欄で1コメとかコメントする人がいますが、まあのちさんこれに対してどう思いますか。自分は最初にコメントすることで優越感に浸ってる気がしてアホ臭くて仕方ありません。前も話したけどね、俺全然気にしてない人、まあ、それで満足できるんだったらはいどうぞぐらいな感じです。ライオンズピッチャーを交代します。増田マウンドを降りまして、ピッチャーは連敗ストッパー三木、今日3人目のピッチャーとして登板です。あ、やらないな、これはやらないな、これはやらないな、やらないよな、うん、やらないね。奥井ゼフ長だ。第9、あ、ごめん、間違えた。投げた、ストレートはボール。慎重に攻めてきます。というより抑えたい。第2球、勝ちたい。直球ストライク、インローへ、タイミング合いません。勝たなきゃダメだ。投げました、絶対痛烈な当たり、取れたら取って、センターへ、センター下がった、ヒットになります。ボールはセカンドへ、小関ツーベース。やばいな、やばいな、次送るか、誰だ、ダイソー投入です。うわ、いいダイソー。バッターは先ほどから途中出場しているよもぎだ。ライオンズ一打勝ち越しのピンチを迎えています。よもぎだ、めちゃイケ思い出す。打ってきそうだな。第9、投げました、見送ってストライク、キレのある変化球。第2球、投げました、これは見送ってボール。カウントワンボールワンストライク、投げました、3球目ストライク、伸びのあるストレート、外角低め1回、見逃し三振。これ必然的に奥井とやってるとしたらもう俺失点してるよね。ちょっと今ざっくりで話してるから分かんないけど。第9、投げました、マリンボール見送ってボール。さあ次の投球ストライク。いや、かつての仲間と対戦してるわけだ。投げた、流し打ち、取って、よし、うまい、二塁間への当たり、ベースカバーに入る、よし、取ってアウト、ツーアウトランナー三塁に変わります。さあこのゲーム、ちょっと待って、誰いる。金は厄介なんだよね、すごいね、攻撃力あるんだよ。わ、伸びたな、お成長したな、おい内村選手で終わらせないとね。今日当たってないね、奥井。捕球伸びてる84だったよね、確かね、サヨナラした時は。内村選手で終わらす。第9、初球空振り、タイミング合いません。第2球、投げた、またも空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、インハイ、外れてボール。カウントはワンボールツーストライクです。ボール、カウントツーボールツーストライクです。うわ、ストレートは外れてボール。カウントはスリーボールツーストライク。うわ、どうしよう。ランナーちらってみた、ツーアウトランナー三塁。俺ここで歩かせるようなことあったら本当マヌイ策取るぞ。奥井に行くぞ、これは金より奥井だべ、今日なら。まだ投げる素振りを見せません。甘いコースには投げない、全力で投げた。よっしゃ、あぶねえ、危ねえ、あれだべ、今ちょっと期待してたでしょ、ファーボールファーボールって期待してたでしょ絶対期待してたと思うもん。シャーデューケン、見事勝利を収めました。だって俺も若干ファーボールでもいいなと思ったもん思ってたもん、奥井とちょっとやりたいと思っちゃったもんね。いやー、よかったよかった。勝ち投手かい。よし、ともみくんが負けか。もうあと5分か、もうちょっとやってたいけどな。ちょっと待ってよ、あ、ここで5月終わるんだ。ちょっと試合出よう、出れようが出れまいがここで終わろっか。今ここで奥井とどうのってのはちょっとナンセンスだな。ドライブしとこう。よし、さあやろうぜ、試合出れたらいいな。出れた、あ、鳥羽一郎だよ、向こうの先発。
マノチさんこんにちは、質問です。こんにちは、質問です。僕は変化球でカーブが好きなのですが、カーブといえばどのピッチャーが浮かびますか？僕は西武の岸投手です。俺も一緒、俺もカーブ好きで岸投手とかすごい好きです。あのね、細身のピッチャー、細身の右投げのピッチャーとかってすごい好きなんだよね。西武ドームです。埼玉西武ライオンズ対横浜 DeNA ベイスターズ。女子とうまく話せないのですが、どうすれば女子と仲良くなれますか？あれ、この前も話したっけ？これなんか同じようなコメントあったよね。慣れです、慣れ、本当に。ライオンズピッチャー交代です。奥原降板、ピッチャーは連敗ストッパーユキ、今日6番手としてマウンドに上がります。試合は7番か。うん、やることはないな。というより怖いんだよね、打たれそうで。あんま同点の場面は得意じゃないのよ。投げた、初球マリンボール空振り。第2球ストレートはボール、アウトローへ。これはわずかに外れています。カウントワンボール、打ちました。ライト取れないか、いや、まあ、シングルで済んだ。いや待って、走る可能性あるべや。ヒットを放ち、あ、送りか。まずは一塁牽制、タッチセーフ。送んねえのかな。第9、一塁ランナーに。おーせー、もうついてるぞ。ここで盗塁を許してしまいました。ルーキーのやつだべこいつ、羽賀健治。ごめん、ルーキーだっけ。勝手にルーキーにしたけど、ルーキーだよね。遅かったな、投げるの。こういう場面で出すキャッチャーじゃないべ。第2球、低め際どいボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、打ちました、いい当たり。わ、危ねえ、助かった、ありがとう健介。ランナーは2塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッター若杉。なんか奥位チックな目だぞ。ずいぶん奥位チックな目だな。2年目、若杉くん、お、一緒にやってたんだね。やってた時期があるんだ。ツーアウトにしよう。第9投げました。第2球、2球目空振り、変化球にキレがあります。投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第4球を投げました、流し打ち、よし、左へのライナー、これで2アウト。ランナー、うわ、今日当たってんな、もうだしょ。第9投げました、ボール。第2球投げた、2球目空振り、投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、やばい、大丈夫大丈夫、大丈夫、センターバックホームラン、よし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 、ジュリエルヒットを放ちました。うーん、ピンチを広げています。さあ、これが試合を決定づける場面となるか。ユキまだ投げません。第9、いいよ、いい、キャッチャーここは投げません。ジュリエル、次誰、金じゃないね。今日の奥井はやべえな。今日はダメだな、やれねえな。というかやろうと思ったらもう失点しちゃうもんな。抑えよう。第2球投げた、アウトロー、入ってる、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。ボール、カウントは2ボール1ストライク。やべえ、痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。2失点はでかい、ごめん。ベイスターズ2点入りました。すまない、普通に取れた。ここは踏ん張れませんでした。バッターは山崎。抑えるぞ、俺こんな時に送れてやりたくねえかんな。第9投げた、決まってストライク。少し迷ったか、このボールも空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、一つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。二塁送球はどうだ、アウト。盗塁を許します。桑原、今シーズン初盗塁を決めました。投げました、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、二遊間ライナー破っていった。マジかよ、を放ちました。今シーズン最初のヒットとなりました。打たれる、抑えれる気しないもん、こんなの。ツーアウトランナー一塁三塁。第1球ボール、第2球膝元外れてボール、いいところですが外れています。カウントは2ボールノーストライク。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール、カウントは3ボール1ストライク。すまねえ、入んねえんだ奥へ。これで決めたくても、さよなら、
シャーリューケン、俺何失点したのこれ。2失点だっけ。ちょっと怖い、見るのが怖いんだけど。とりあえず負けつかなくてよかった。西もしょうがないもんな、やっちゃったもんなこれは。いやー、せっかくなー、ずっと抑えてたのにな。奥井との勝負もなんかしらける感じになっちゃったしね。すいませんね何も言えません。はい、反省します。ふう、休養しよう。いやー、打たれたなまあ負けてはいないけどもね。はい、よし終わろう。今現在の順位はこんな感じです。こんな感じです、コメントいくつか読んで終わろうと思います。結構コメントが残ってるかな。マノッチ、北海道のどこ住んでるの。札幌です。マノッチさんは茶髪黒髪の女性どちらが好きですか。自分は茶髪派です。俺も茶髪です。本田選手がなんか猛打賞とかなんか調子いいみたいですね。頑張ってほしいですね。マノチさん、あれだけアナウンサーを狙ってるって言ってたのに、なんでマミちゃんと結婚してたんで、したんですか。長い間見てなかったのに、結婚までの経緯を教えてください。愛はパワーだってことに気づいたんだよねいやもうほんとそれだけ、それしかないんだよな、説明の仕様としては。マミちゃんの可愛さにちょっとやられちゃったって感じかな。マノチさん質問です。自分はタバコを吸っているんですけど、彼女がタバコを嫌がります。なんとかなる方法はあると思いますか。またマノチさんは喫煙者ですか。俺もタバコ吸ってますよ。タバコの匂いが嫌だとかってなっちゃったら、またそのなんか匂いをシュッシュとかやったらめんどくさいことになっちゃうと思うんだけど、煙が嫌だってだけだったらもう極力目の前では吸わない。もうそれは喫煙者としてのルールというか、いかにルールを守ってカッコつけて吸うか、それができない限りはタバコ吸う資格ないと俺は思ってるから。うん、そのタバコ吸わない人を何よりもまず優先して考えることじゃないかな。うん、匂いがきつい、嫌だって言うんだったら本当にもうシュッシュするしかないと思う、匂い消しで。こんばんは、質問です。10年連続3割と10年連続ゴールデングラブ賞、どちらが達成するのが難しいと思いますか。両方むずくないか。わからんな、両方むずいわ。どっちもわかんない、これは難しい、わかんない。じゃあちょっとね、長くなりそうなんで、あとごめん、めっちゃね今回コメントいっぱい来てんだけど、ちょっと読めないものも多いです、すいません。あと2つぐらい読んで終わろうと思います。まのちさん、こんばんは。こんばんは。野球の野村さんは、野球選手は人に見られるものだからだらしない格好はダメだと、ヒゲや無駄なサングラスやアクセサリーなどのだらしない格好が嫌いなようですが、まのちさんどう思いますか。人に見られるからこそアクセサリーはしなきゃいけないという考え方もあると思うんだよね。おしゃれとして難しいとこだよね、それもね。おしゃれとするか、それがだらしないとするか。俺は全然ありっちゃありだと思うの。その野球っていう競技をやってる中で邪魔にならない程度だったらいいと思うんだ。まあ言ってることはわかるけどね、そういうのをだらしないからダメだっていうのはわかるけど、俺はありだと思います。マノチさん、こんばんは。質問です。ヤクルトのドラ1、原樹里くんのライジングシュートはどれぐらい通用すると思いますか。あれでしょ、なんか浮き上がるようなシュートなんでしょ、見たことないけども、名前的にはもうすごく通用するよね、ライジングだもん俺好きだもん、こういう名前、ライジングシュートかっこいいじゃない。いけるんじゃないかなと思います。
うん、じゃあごめん、あと1つ、あと2つ、2つ読んで終わります。さっきも言ったけど、あと2つ読んで終わります。まのちさん、こんばんは。こんばんは。僕は今バスケをやってます。中学生です。今練習で走り込みの練習がとにかくきついです。どうすればいいですか？我慢するしかないね。俺も走るの嫌いだったもん。たまにこう体育館100周ねとかそういう練習があってね、何の意味があるんだと俺本当思ってた。本当に嫌いだった、走るのは。けどもうしょうがないもんね、走るスポーツだもん。バスケットはやっぱり体力使うし。最後、長文のやつ一つ読んで終わります。まのちさん、こんにちは。こんにちは。長文で結構真面目な質問です。僕は中1で成長期によくあるという症状で、朝に起きれずなかなか学校にも行けません。そのせいで部活も行けず悩んでいます。もともと部活の団体メンバーにはギリギリ入っていましたが、今回の件で団体落ちました。これは仕方ないのですが、学校や部活に行く気持ちはあるのでとても歯が優位です。少し具合が悪くても親には学校に行けと言われます。こういう時どんなモチベーションで過ごせばいいですか？また学校にきつくても行くべきか、体調を整えることを優先すべきですか？真面目な質問、長文失礼しました。その成長期によくある症状で朝が起きれないっていうのはどういうことなのかっていうのは全然わかんないんだけど、もしそれが病気というものであれば学校にきちんと相談して、まあその先生とかね、その部活の顧問とかにもちゃんと話を通して、まあ自分のできる範囲で学校に行くっていう形を作っていった方がいいんじゃないかな。もう一気にそのもう0か100で学校行く行かないの0か100に決めないで、間の50を取ることをチョイスすればいいんじゃないかなと思いますよ。うん、はい、そう思います。よし、じゃあ終わろう。ごめんね、今日はね結構コメント読めてません。 いっぱいコメントいただいたんですけどね、申し訳ないです。はい、ということで、今回はここで終わりましょう。終わります。バイバイ。